ましたので、今から第43回の、ね、気象研究会を始めたいと思います。私は、この研究会の世話人であり、今回のコンビナーである気象研究所の加藤と申します。よろしくお願いします。で、今回のテーマについては、ここに書いてあるように、短時間降雨予測への挑戦ということで、去年の8月に気象庁が、一番最初に書いてありますように高解像度降水ナウキャストというものを始めました。でそれを一番主体的に作られた木川さんにその概要についてどういうふうなコンセプトで作ったかというような話を最初にしていただき、同じようなナウキャストのシステムについていろいろ考えておられる気象庁以外の方、岩波さんと中北さんに、こういう題名で、話していただくということにしました。でそれに続いて、数値予報でどういうようなことができるかというようなところで、三好さんと若月さんに、お願いしています。で、今日でその後最後に時間があれば総合討論を行いたいと思っているところです。でまず最初にちょっと注意事項を説明したいと思います。一応行動での飲食はダメということになってますが、水分補給とか今日結構暑いので、脱水症状で倒られるというのもありますので、水分は十分補給していただきたいと思います。一応空調についてはお願いしたんですが、入るかどうかは確信できませんし、私も1時間ぐらい効かないというふうに言われましたので、これは私の方の不届きで前日にちょっとお願いするのを忘れていたということで非常に申し訳なく思っています。でトイレは1階のトイレを、利用してください。で今日の入庁許可証を見せてもらえれば下の、あそこの入り口のところを通してもらいますので、よろしくお願いしたいと思います。であと最後にですね、今日入庁許可証を受け取っておられると思いますが、これは気象学会の一応備品になってますので、お買いの説は受付に必ず返してください。できれば中の紙を取っていただけると非常に、楽なので、合わせて、お願いしたいと思います。でまず最初に私の方から簡潔に、趣旨説明の方をさせていただきたいと思います。で昨年、8月に広島での集中豪雨ということで多数の方が土石流の災害で亡くなられたというようなところがありますが、今日のターゲットはどちらかというとマスコミの方でゲリラ豪雨と言われているような局地的大雨、これをどちらかというと対象としています。でまずこの2つ の, 降水系の違いについて、簡単に説明しておきたいと思います。皆さん知っている方は知っていないと思うんですけど、まず簡単に見ていただきたいと思います。これは2014年8月20日の広島県での集中豪雨事例で、左側は30分ごとの気象庁の解析雨量をアニメーション化したものです。ほぼ同じようなところに線状の降水帯が停滞していて、それによって右側にある4時までの3時間降水分布を見てもらえば分かるように線状の降水帯がある。これについては、1回こういう線状の降水帯どこで発生するかという予想するのは難しいんですが、止まればそこであるというようなところで、ある意味ある状況になれば、予想しやすいというようなところかなと思います。その一方、局地的大雨、結構ゲリラ豪雨と言われているようなもの、正しい定義はないんですけど、ここでは予測が非常に困難な局地的大雨というのはゲリラ豪雨というような感じで捉えてもらえればと思っています。でこれはそういうゲリラ豪雨というようなものが、世間巷で話題になったその雑司ヶ谷の大雨の事例を、同じように気象庁の解析業で、アニメーション化したものになります。で実際にこのあちこちでこう大雨が降っているというようなことが見て捉えると思いますが、雑司ヶ谷の大雨というのはどこかというと14時までの3時間、解析雨量の積算降水量を見てもらうと、あそこの一つの丸、これが雑司ヶ谷で大雨をもたらしたものになります。これがどういうふうに予想するかという非常に難しい、実際に複数の大雨地点がありますから、それがどのタイミングでどこに起こるか、それを予想していくというのはなかなかこう短時間予想の中で非常に難しい、そういう意味でゲリラ豪雨というような、言葉があるのかなというふうに思っているところです。で、
こういう短時間競合の予測手法としては一番簡単なのは持続予報で、これはとっても簡単でそのまま継続するというものなので、まあ、線状降水帯がある程度止まっていれば、まあ、同じ降水がしばらく続くだろうというのが、いい。ただその降水の発生や浸水が全く予測することができないという問題点があります。一方ナウキャスト、これは運動学的予測というふうに言われますが、まあ、基本的には捕害法になります。まあ、利点は、まあ、降水系の移動が考慮できると、まあ、捕害していきますからその移動を追いかけるというような手法なので、非常に移動まで見れると。ただ降水の発生浸水の予測が難しいというところがあります。これを解決するしていかないといけないというところがあろうかと思います。で続いて数値法なんですが、まあ、利点については、まあ、降水の発生、移動、浸水、それがモデルの中でちゃんとある解像度があればもちろん予測できるわけなので予測は可能である、まあ、必ずしも予測できるわけではないんですが予測することは可能であるというような、利点があります。ただ問題点となるのは予報結果が出るまで時間がかかってしまう。例えば MSM の予報にしても初期値から2時間経って やっと予想が出ると、でその1時間前にもう大雨降ってしまっているもんだって全く役に立たないというようなことになろうかと思います。でまた予報初期はやはり初期条件がやはりなかなか実況と合ってないというところもありますから、その精度が運動学的予測に比べて非常に劣っているというような問題があるというところかと思います。で今言いうことを考えるとですね、短時間競技についてはやはり時間との勝負というようなところがあろうかと思います。これは先ほどの雑司ヶ谷のケースで10分降水量、東京のこの大手町と豊島でのある場所の10分降水量を書いていて、12時から13時のところで大雨が降っていると。で右側がレーダーの降水強度で10分ごとにこう並べてあってちょうど交差しているところは雑司ヶ谷の位置に大体当たります。でそこで大雨が降るっていうのが、まあ、捕害的に見ると11時40分から11時50分ああいうふうに動いていくと12時ぐらいでは、まあ、それなりに強い雨が降るだろうというような予測ができます。ただこれは移動してきてそこで大雨が降る場合なんですが、いきなりそこで大雨が降るというような時もあるので、そういうのを予測するというのは非常に難しいかなというふうに思います。でそのためにはやはりそういうここにあるような積乱雲群というマルセル型の対流システムというものが実際に先ほどのこういう雑司ヶ谷の一つの塊ですね、赤い塊みたいなのが一つの積乱雲とは到底思えませんから、複数の積乱雲で構成されているこういうマルセル型の対流システムの構造をちゃんと把握した上で、予測をしていかなきゃいけないと。その中で一つヒントになるのは、今日当然皆さんの方、講演者の方から話は出てくるとは思いますが、レーダーエコーの発達、成熟、衰弱のモデル図、があるんですが、やはり強い雨が上から落ちてくるというような三次元的な構造の把握をした上で予測をしていくというようなことは考えられるんではないかというふうに、考えているところです。で例えば大体気象庁もそうなんですけど、大体降水強度というのは大体高度2キロ面ぐらいを見ています。で雨の最大落下速度は大体8メーターぐらいなので、高度2キロから落下に要する時間は、250秒になりますから、約4分、だから4分前ぐらいに2キロで強い降水があったら4分前には強い雨が降るということがおのずと分かる。もっと高いところを見てると、もうちょっと早く分かるんではないかというようなことが考えられるんではないかと。まあ、その辺の話も多分今日この後講演者の方からお話していただけるんではないかというふうに思っています。で私の方からはまず最初にこういうような背景のもと今日、皆さんの5人の講演者の方から貴重なお話をしていただけると信じていますので、皆さん興味深く聞いていただければと思います。で私の方からはこういうことで、まず最初に、木川さんから気象庁の高解像度降水ナウキャストについてということで、講演をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。